スマトリプタン。スマトリプタンは、スルホンアミド元を含むトリプタン製剤であり、偏頭痛、群発頭痛の治療に用いられる。日本では、グラクススミスクラインから商品名イミグランとして製造、販売される。スマトリプタンは、市販された最初の1991年トリプタン製剤である。米国及び他の大半の先進国では、 医師の処方によってのみ入手することが可能である。英国では、イミグランリカバリーの商品名で、スマトリップタンの錠剤を薬局で購入することができるが、鼻腔内粉霧剤や注射剤は、処方箋が入用である。スマトリップタンは、錠剤、注射用溶液、鼻腔からの吸入剤などの形で製剤化されている。 英国及びヨーロッパでの特許保護期間は2006年5月16日をもって消失した。追加保護証明 SPC、ギガバイト9 3 0 7により延長。米国では、グラクソスミスクラインが特許訴訟に持ち出すことで、米国での特許消失期限をかなり延長することに成功した。しかしながら、スマトリプタンの後発品の注射剤は、 後発品メーカーによる時断によって2008年8月に市場に導入されることになった。2008年4月15日にアメリカ食品医薬品局ではスマトリップタントヒステロイド性抗炎症薬のナプロキセントの合剤を承認した。これは米国でトレキシメットの商品名で販売される。この合剤は これらのどちらか一方の医薬品を単独で用いた場合よりも高い効果を示している。スマトリップタンはセロトニンと構造が類似しており、セロトニン受容体 5HT 型及び 5HT 型に対するアゴニストである。セロトニンが特異的に結合する受容体が大脳動脈に存在している。頭痛の使用因は 大脳動脈の拡張であると考えられているが、スマトリプタンは、受容体に結合することでそれらの血管を収縮させ、働きを持つ。スマトリプタンは三叉神経痛の痛みも緩和させることが示されており、それは、群発頭痛への効能によって、部分的にではあるが説明される。注射剤系のスマトリプタンは、群発頭痛の痛みを、症例の96%で15分以内に、 収めるとされる。スマトリップタンは、錠剤、皮下注射、内脂鼻空噴霧剤として投与される。蛍光製剤、琥珀酸ジオとしては、バイオアベイラビリティに劣るという欠点がある。この理由の一つは、薬物が全身循環に入る前に代謝を受けて、分解してしまうためである。新型の早っぱな市場は、バイオアベイラビリティは、変わりがないが、 最大血中濃度に達するのが平均して10から15分だけ早くなる。注射された場合、スマトリプタンの効果が現れるのは早い。一般20分以内が効果の持続時間も短くなる。スマトリプタンの代謝は、まず、モノアミンオキシダーゼ A によってインドール酢酸誘導体に代謝され、さらにその一部はグルクロン酸保護を受ける。 これらの代謝物は尿および単純に排出される。スマトリップタンの血中濃度そのもの、薬物動態と抗便頭痛作用、薬力学との間にはシンプルで直接的な関係性が見出せない。この矛盾の謎は服用した薬そのものの量よりもむしろ、スマトリップタンの様々な在形による吸収の度合いを比較することで、ある程度まで解き明かされてきている。 スマトリップタン製剤は、前兆のあるなしに関わらず、偏頭痛の応急治療として使用する薬である。さらに注射剤は、群発頭痛の治療薬としても承認を受けている。連用によって、薬物乱用頭痛を引き起こす。スマトリップタンは、心筋拘束、虚血精神疾患の疑い、感情動脈連縮、異形狭心症、末梢血管障害、 中程度から高度ないしコントロールされていない、高血圧症の患者には使用してはならない。重篤な肝機能障害があることが分かっている場合や、一過性脳虚血発作の起用歴があるときもやはり適用してはならない。スマトリップタンは、バッカクアルカロイドや、その誘導体、エルゴタミン、ジヒドロエルゴタミンなどと同時に服用してはならない。血管連縮を起こす可能性が高いからである。 また、モノアミンオキシダーゼ阻害薬、マウ阻害薬を服用していると、スマトリップタンの分解が阻害されるため、マウ阻害薬の投与が終了してから少なくとも2週間、明けた後に、スマトリップタンの投与を開始すべきである。スマトリップタンは、薬剤過敏症がある場合にも投与は禁じられる。スルホンアミドに対するアレルギーがあることがわかっている。 場合も十分に注意して投与することが進められる。妊娠時の投与についての知見は今のところまだ不十分である。これまでの知見では妊娠時に服用することで奇形の誕生の危険性が高まることは示されていない。ただし、うさぎを用いた動物実験ではスマトリプタンによる胎児に対する毒性作用が示されている。スマトリプタンは母乳に移行する。 乳児に対する危険性は、スマトリップタンを服用してから12時間の間に出る、母乳を吸引し廃棄することで避けられる。しばしば論議の的になることだが、スマトリップタンを使用することで滅多に起きないものの、狭心症に似た胸部の圧迫感や不快感が副作用として生じることがあり、これは感情動脈の狭窄に介される。しかし、動物実験では、 薬剤の血中濃度が通常の何倍もの高さにならないと、感情動脈の狭窄が生じなかった。血圧の上昇傾向も一部の患者では認められうる。一度に多量に服用すると、血液の色が国力色に変わることがある。これは、スルホヘモグロビン血症と呼ばれ、薬品に含まれる硫黄がヘモグロビンと結合することで生じる。 平均的な体格の成人の場合、この血液の変色は1日に 200mg を服用することで生じうる。スマトリプタンの服用を中止すれば、症状は数週間中に戻る。データは限られているものの、スマトリプタンと同時に服用することで、バッカクアルカロイドの副作用が増強する危険性がある。したがって、スマトリプタンは、 エルゴタミンと組み合わせて服用してならない近畿の酵を参照。エルゴタミンを服用した場合、安全のためにその時点より少なくとも24時間を経てからスマトリップタンによる治療を始めることが求められる。逆の場合は少なくとも6時間空けることが必要である。マウ阻害薬はスマトリップタンと身体由来のセロトニンの分解を阻害し、 これらの物質の作用と副作用とを増強する可能性がある。したがって、スマトリプタンとマオ阻害薬の同時服用は禁忌となっている。事例としては少数だが、トリプ体系薬物とスリー、選択的セロトニン再取り込み阻害薬系統ないし、スナリー、選択的セロトニン及びノルアドレナリン再取り込み、阻害薬系統の抗うつ薬と同時服用することで、 生命に関わるような相互作用であるセロトニン症候群が生じる可能性がある。さらに神経系に過剰のセロトニンが蓄積され、その作用がスマトリップタンによって増強される。セロトニン症候群の症状には不安、幻覚、落ち着きのなさ、心拍数の増加、血圧変動、体温の上昇、反射更新、不快感、嘔吐、下痢などが含まれる。 2008年11月6日に、米国の高発医薬品、メーカー、パーファーマシューティカルは、イミトレックスインジェクション、コハクサンスマトリプタンの注射剤のジェネリック製品を、4mg と 6mg のスターターキット及び 4mg と 6mg の詰め替え用カートリッジの形で、間もなく市場販売すると宣言した。さらに同社は2009年の早い時期に 6mg の バイアルを発売することも得ている。マイランは、イミトレックス上の 25mg、50mg、100mg 製剤のジェネリックの製造を FDA から承認されている。ヨーロッパ市場では、グラクソスミスクライン社の特許保護期限がこの分野では、死しているため、すでに販売されているか、またはもうじき販売されることになっている。米国では2009年8月10日から、 販売されている。また、インドの製薬会社ランバクシーは、スマトリップタンのジェネリック錠を2008年12月から、米国で販売している。日本では、2012年12月に12社から5 0ラム錠剤が発売された。この内高田製薬からは5 0ラム錠剤に加え、5 0ラム内容液も発売されている。無作為化比較臨床試験で、 スマトリップタンが高山病を予防するとの結果が得られている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。